それでは解説をしていきましょう。三角関数のグラフですね。なんかグラフの途中切れてるとこに。よいしょと。え、三角関数のグラフというやつですね。え、今まで三角関数に関しては単位円を使ってね、いろいろ考えていっていたんですけれども、より三角関数のことを深く理解するためには、三角関数のグラフっていうものをちゃんと考えていった方が、え、便利な場面がありますので、今からそのお話をしていきたいと思います。いいですか。多分ね、皆さんが持っている教科書とかでは、三角関数のグラフって結構前半年に出てたと思うんです 思うんですよであれで前半に出てくるとですね結構心折れる人多くてあのグラフあたりでね。えー、なので、えー、僕の授業の方ではグラフは後回しにしてます。理由はね 便利な場面もあるんですけれども、ほぼほぼ使わないんですよ。ほぼほぼ単位円で処理できちゃうので、あんまりね、グラフってね、やらないんですけれども、分かってたら分かってたでね、いろいろと活用の仕方も広がりますので、せっかくですからグラフもやっておきましょうと。さあ、どういうふうになってるのかっていうと、何度も何度もね、同じ話をしてるんですが、sin x っていうものがあったときに、x 座標にいろんな値を代入していけば、sin の値がどん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 変わっていきますので、どん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 ね、これ、えー、変わっていく x の関数みたいなものだということができるわけ ですということは y=x の2乗とかさ y=2x+1 みたいなで1次関数とか2次関数みたいな形で y=sinx ってやったらグラフが書けるんじゃないのかなっていうのを考えていくわけです。いいですかさあということで1個ずつ1個ずつ値を代入して点をプロットしていきながらどんなグラフになるのかを確認していきましょう。いいですかまず x が0の時です。いいですか x が0の時っていうのは sin の値も0ですよね。 理由は角度が0ってことですから sin y 座標はこの y とこの y 座標ってまた意味合いが違ってきますからねいいですかちょっと分かりづらいかなこうしてしまった方が分かりやすいかな えー、テキストと若干変えてますけれども、こういう風にしてみましょうか。こういううにしてみましょうか。こっちもね、えーラージ y で、えーラージ x にしておきましょう。コサインからはね、えー、しっかりとラージ x、ラージ y じゃなくて普通の値でやっていきますけど、最初なのでこれでやっていきましょうか。そうすると、サインラージ x って何なのかっていうと、角度ラージ x を取った時の y 座標のほど言ってるわけですよね。わかりますかこういう風に、角度ラージ x を取った時の ここの値が、large y の値なわけですよね。いいですかそうすると、まず large x が0だった場合、どうなるのか、角度が0だった場合、当然 y 座標0になりますから、0の時は0なので、ここを通るはずですよね。問題ないな。さあ、これが徐々に徐々に増えていったとします。増えていきました。例えばこれが45 °、4分の π のところまで来たとしましょう。4分の π。4分の π のところに来たら、y 座標どっかこの辺にあるわけですよね。いいですかなので、この 値をそのまま右にトレースしていくとこの辺に来るはずなんですよね。いいですか今、ラージ x が4分の π の時はどっかこの辺に来るんだなってことが分かったわけです。いいですか さあ、今度はラージ X が2分の π までいったとしましょう。2分の π です。90度です。ここを2分の π だとしておくと、2分の π の時にはどういう値になってますか ?1 になってますよね。1になってますよね。だから2分の π の時には1っていう点を通るはずですね。1っていう点を通るはずですね。ここ1です。1です。1っていうところを通るはずですね。 さあ、これが徐々に徐々に下がっていきます。下がっていきます。下がっていったらどうなるのか。y 座標どん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 減っていってますよね。ラージ x が増えれば増えるほど、y 座標がどん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 減っていってます。減っていってます。だからまたきっと4分の π のところで、この2分のルート2っていうこの辺きっと通るんでしょうね。 さらにどん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 減っていくとどうなるのか、X、が1 8 0度 π になった時にはどうなっているのかっていうと y 座標は再び0になってます y 座標は再びゼロになりますだから π のタイミングで再び0になりますよねいいですか さあ、これをどん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 繰り返していきます。π を超えて、今度はこっち側に行きますので、こっち側に行きますので、x がどん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 増えていけば、どん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  y 座標が減っていきます、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 減っていきます。今度はどうなりました ?x が2分の 3π の時には、マイナス1になってますね。2分の 3π の時には、ここ。 マイナス1っていう値を取ってますね。マイナス1って値を取ってますね。はい、さらに x がどん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 増えていって増えていって増えていって 2π。360度やったら0に戻ってきてますから、今度は 2π と。よいしょと。2π になったら360度。ね。ここ0に戻ってきてるわけですよね。これを順序よく順序よく点をプロットしていくと、よいしょと。 こういう風なグラフが出来上がるってことが分かるわけなんです。つまり、y イコール sin x のグラフってどうなりますかって言われたら、こういう風な波を打ったグラフになるわけですね。いいですかさあ、この後、2π を超えたらどうします ?2π を超えたらどうなりますかまた同じ動きしていくはずですよね。2π を超えたらまた同じ動きしていくわけですから、これがまた永遠にこういう風に続いていくんです。こうやって続いていくわけです。こうやってね。OK? だから、この ふんっていうこれがまたこっちにも出てくる出てくる出てくるって繰り返していくわけです。さあ今 x が0からこうやって考えていたけど0からマイナスの方向に行ったらどうなるのかっていうと同じどん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 減っていくわけですからこのグラフっていうのはこういうふうになっていくはずですよね。 OK ですかこの動きをずっと繰り返していくのが sinX のグラフでございます。ということで、y イコール s i n x のグラフ、どうなりますかっていうふうに言われたならば、これね、対応関係を見ていけばすぐにわかりましたね。OK? さあ、じゃあ、今度は同じように y イコール c o s x のグラフ確認していきましょう。こっち行きます。さあ、c o s x のグラフです。さあ、c o s x どうやって考えていきましょうかね。えっ、ー、と、さっきと同じように、角度 X を取ってあげて、その時の y 座標、えあれ Y? あれえ先生ここコサイン x ってこれ角度を取った時の x 座標ですよねその通りです角度 x を取った時の x 座標ですよねとその x 座標をこっちに打つんですかその通りですその通りですその通りです,りですね例えば、えー、簡単の話を言ってしまえば x イコール、x、こっちの x ねこっちの x ですよここの x が2分の π になったら2分の π になったらコサインの値は0になるわけですよね いいですかただ Y が0だから角度がここに行ったら0になるわけです。0になるわけです。ちょっとややこしいよね、これね。なのでこうしましょう。いつも単位円ってこういう風に X 軸 Y 軸で考えてるじゃないですか。これをガクッとね、ハンドルを90度回します。そうするとどうなるのかっていうと、よいしょ、よいしょ。 ここを X 軸、ここを Y 軸っていう風に考えてしまって、こう見てあげましょう。言ってる意味わかりますかこう見てあげるわけです。ここが0度です。ここが0度で、これ原点ね。ここが0度で、ここからスタートして、ああ、2分の π になった、ああ、180度になった、ああ、270度になった、ああ、360度になったって、こういう風にやるわけです。いいですか ?OK ですかね。えー、こんなことしなくてもね、本当はこう書いてもよかったのね。こういう風にして、 単円を書いて普通に x 軸 y 軸ってやって逆にねグラフをこういうふうに書いてもよかったんですけれどもそうやるとねまたちょっと書きづらくなるというか難しくなるので一旦単位円を回しましたいいですかそうするとはいもう一回やっていきますよ角度が0のとき0ってここからスタートですからね角度が0のとき x 座標は何になってますか x 座標は1ですよね1ですよね角度が0のときは x 座標が1です x 座標が1になっているわけです いいですかさあ角度がどん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 増えていって2分の π になりました2分の π になった時にこっちが x 軸ですからね x 座標何ですか0ですよねということで2分の π になったらここの0に戻ります2分の π になったならば0になります2分の π で0を通りますとさあ1 8 0度 π になったらどうなりますかというと π になったらス1っていう値を x 座標は取ってますから −1 になるわけですね π の時にはス1を取ります いいですかさあ、これがどん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 増えていて、2分の 3π まで来たら、また再び x 座標は0になりますから、2分の 3π の時にはここですね。2分の 3π の時にはここになります。OK。で、最後戻ってきて1周しました。2π1 周したらどうなってますか ?x 座標は1に戻ってきますから、ここに戻ってきますよねってことね。OK。なので、グラフはどうなるのかっていうと、こういうグラフに、 なるよねって言ってるわけです。で、またこれが繰り返されていくわけですから、こういう風になっていくわけですよね。マイナスになってもこうなっていくわけだよねってことね。 Okay、だからまあ単位円でね一個ずつ一個ずつ考えていってもいいんだけれどもグラフの形を単独で丸暗記してしまった方が早いです。いいですかだってコサインって1からスタートしてどん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 減ってるじゃないですか。でしょ角度が増えていけば1っていう x 座標からどん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 減っていって0になるわけじゃないですか。1から増えていって0になるわけじゃないですか。その後マイナス1になって0になって1になってくるわけじゃないですか。 OK? この動きを覚えた方が早いと思うんですよね。OK? だから一応ね、単位円を対応させて今解説をしましたけれども、普通にこっちのグラフ丸暗記で OK です。OK? こっち行きますよ。なので、こっちのサインの方も同じね。サインっていうのは角度が0の時0ですから、原点を通ってスタートしていくんだと。その後1に向かっていくんだっていうふうに考えていけば問題ないわけです。いいですかということで、サインのグラフとコサインのグラフ、スタート地点が違うわけね。 スススタタターーートトト地点がねここっっちははかかららコサインのグラフは右行きますよよしてるよってると、ね OK、さあ、ということで、サインとコサインのグラフ、今まとめてみました。同じような考え方で、タンジェントのグラフ考えていきましょう。タンジェントのグラフです。いきます。さあ、今度はタンジェントのグラフ考えていきましょう。タンジェントのグラフどうやって考えていけばいいのか。タンジェントっていうのは、どういうふうに考えたのかっていうと、角度 x っていうのを取った時は、タンジェントの値ってどうなったのか、x 座標が1の時の y 座標を見てあげれば、これがタンジェントだったわけですよね。ケ、OK、ー。ということで、角度を取った時の、角度を取った時、x っていうのを取った時の、この直線を考えてあげて、これが x イコール1と交わる点の y 座標がタンジェントだったわけです。要は傾きってさ、x が1増えたのに対してどれぐらい増えますかっていうのが傾きじゃないですか。 いいですかっていう風うに考えていくと、まず分かりやすいこととして、4分の π っていうタイミング、4分の π っていうタイミングですね。角度が4分の π っていう風うになった瞬間、4分の π になった瞬間、この瞬間っていうのはどうなるのかというと、傾きがちょうど1になるわけですよね。OK? 傾きがちょうど1になってるわけでしょ 当然、x イコール1の時に y イコール1ですよね。すなわち、この1っていうのを通るときっていうのは、角度が4分の π ね。x が4分の π の時にこの1っていうところを通るはずなんですね。ここまで大丈夫ですかさあ、その後です。その後です。角度が増えていったらどうなります例えば、じゃあ、直線をこう。これね、ちょっと今壊れててね、こうなっちゃうんですよ。 はい、角度がこういう風な感じになった場合どうなのかな<スープ> X が1の時に y の値はなんか2ぐらいになってますねこれね。ケ、OK、ーじゃあさらに角度増えたらどうなります X1 の時に y は多分3ぐらいになってますよね。y は ?y は ?y は ?y は, y はっていうふうに考えていくとどうなっていくのかっていうとどん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 傾きって上がっていってもう最後どうなりますか最後ね傾きが1234ブルルルルル100ブルルルルル100ブルブルル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  つまりどうなるのかっていうと、あれこれ4分の π に見えない。なんか無 π みたいになってるな。よいしょ。4分の π。つまり2分の π に x が近づいていったらどうなるのかっていうと、どん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 ,どん無限に近づいていくわけですね。つまりこの2分の π っていうタイミングがあったならば、この2分の π にどん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 近づいていきつつ、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 残念ながら無限に行ってしまうわけですね。いいですか無限の方にヒューって飛んでいくわけです。 いいですか。じゃあこの2分の π のところはどうなるんですかって言ったら2分の π の時にはタンジェントって存在しなかったですよね。タンジェント9 0度ってなかったじゃないですか。覚えてますか数学1の学習でさあサインとコサインとタンジェントの値0度3 0度6 0度とからこう表を書いていってさ 90° 度の時にどうなっちゃったんだって書いてあったでしょ。いいですか,だかタンジェントの9 0度ってのはないよってことなわけね。 いいですかさあ、じゃあこの90度を超えたらどうなるのかというと、90度を超えたら、はい、めちゃくちゃ絶対値がでかい状態でマイナスの傾きになってますね。マイナスの傾きですよね。それがどん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 ,どん下がっていって、 これ、4分の 3π の時には傾きがやっとマイナス1になりました。そこからどん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 下がっていって下がっていって、π の時、ね、180度の時に傾きが0になりますよね。いいですかですから、どういう風になっているのか。この4分の 3π っていうところになった時には、傾きがやっとマイナス1になるので、この辺通るんですけれども、最終的にはこの π っていうところで、よいしょと、あれ ?2 分の π で4分の π で、ここが π じゃないのかな。 えーとここ2分の π だから π 合ってんのかここに何で俺棒引いてたんだろう失礼しましたえー π ですねごめんなさいねこの棒もいらないですね失礼しましたはい、えー、ということでここが π になってるので π の時には0になりますからマイナスの無限のところからやってきてどん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 近づいててここですねここの部分で1回0になるよって言ってるわけですいいですか 0になったんだけれどもこのあとどうなるのかっていうとまた同じで今度は2分の 3π っていうやつがあるんだけれども2分の 3π ですね。この2分の 3π ってやつはどうなってるのかっていうとまた同じでぐる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 ってこうやって回っていけばまた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 ,また,また,またマイナスの無限にどん,どんどん近づいていきますのでまた2分の 3π に近づいていくときにはマイナスの無限に発散していってるわけです。 いいですかいいですかいいですか OK 一いきますよ。2分の 3π。今、どこの部分を基準に取っているのかっていうと、この銀色の部分見ておいてね。銀色の部分ね。銀色の部分の角度0です。銀色の部分の角度2分の π に近づいていたならば、マイナスの方に飛んでいきましたよね。OK? 銀色の部分が、 こういうふうにこっち行ってこっち行ってこっちで180度。こっち無視ですよ。こっちないよ。こっちないよ。こっちないよ。これ黒、黒い部分見えないですよ。皆さんは。いいですか ?180 度に近づいていったらどうなったのかっていうと0に行ったわけです。いいですか ?180 度に近づいていったらマイナスの無限のところから0に向かっていったわけです。いいですかこの0の瞬間でまた終わったんですよ。いいですかこっからさらに180度超えたらどうなりますか傾きがまた徐々にプラスになってますよね。プラスになってますよね。傾きプラスになってますよね。 いいですかなのでどん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 また上がっていって上がっていって銀色の部分見てくださいね銀色の部分で、ね、見えるかな銀色の部分どん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 見ていくとこの銀色の部分このこ,ここの部分が角度が270度 2, 4分のあ2分の3杯近づいていったらどうなってますもう傾きが無限の方に近づいていってますよねどんどんでかくなってるよね2分の3杯に近づけば近づくほど無限に飛んでいきますので2分の3杯近づけば近づくほどこういうふうに無限に飛んでいくわけですいいですか で、最後ですね。今また銀色の部分だけ見てね。銀色の部分だけですよ。もう銀色の部分だけ取ればいいのか。便利だな、これ。はい。えー、こういう風になっていって、270度まで行きました。この後、さらに、こっからこうやって角度回転させていったら、またマイナスの方の、これ角度無限ですよね。マイナスの無限に近い、ね。マイナスの1万とか、マイナスの1000、マイナスの100、マイナスの50、マイナスの3、4、5。 マイナスの5、マイナスの4、マイナス3、マイナス2、マイナス1ぐらいの傾きになりましたね。ケー。で、マイナス1から今度はマイナス2分の1、マイナス3分の1、マイナス4分の1、マイナス5分の1、マイナス1分の1、マイナス1分の1、マイナス1番分の1、0になっていくわけですよね。いいですかだからまた、マイナスの方からどうなるのかっていうと、マイナスの無限のところから、にょ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 ってやってきて、よいしょと。うーん、よいしょと。 よいしょとゼロに近づいていくよねってなってるわけですいいですかだからどこの部分が繰り返されてるのかっていうとよいしょここの部分からよいしょここの部分までこれが何回も繰り返されてるわけねこれが繰り返されてるわけですいいですかよいしょこれが2周目です二周目よいしょ OK だから、0から、ここ 2π ですけれども、2π までの範囲で、同じグラフが2回出てきてるわけね。同じグラフが2回出てきてるわけね。OK ですかだかこの辺でちょっと区切っておいてあげると、1セット、2セットになってるわけです。いいですかポイントは1回途中で区切れるっていうところね。1回切れます。いい当然、マイナスの方も同じで、こういう風な形になっていくよってことね。大丈夫ですか さあ、これちょっとね、名前が付いている線がありますので、覚えておいてください。こういう風にグラフが近づいていく線、近づいていくだけで決して交わることがないような、こういう線のことを、通称、全近線と言います。全近線です。三隅に来るまで近づくの、えー、近づくの線です。全近線です。えー、数学 B の数列で、全化式っていうのも出てきますけど、その時にも使います。全、この全ですね。全近線です。 いいですかこの青いやつですよ。こいつね。こいつね。全金線ね。覚えていてくださいね。あの、残金線じゃないですからね。あの、僕も高校生の頃、これを残金線と読んだことがありますけれども、全金線ですからね。ケ、okay? ーということで、2分の π とか2分の 3π とか2分の 5π とかっていう風なタイミングで、全金線が現れていくっていうのがポイントなわけです。いいですか なので、サインのグラフとかコサインのグラフと比べて何が違うのかっていうと、サインのグラフって 2π で1周だったじゃないですか。コサインも 2π で1周してたはずなんですよ。タンジェントは π で1周です。いいですか ?0 から π 行ったら一周して、また π から 2π の範囲で1周してっていうふうな感じになっていくわけね。いいですかなので、タンジェントのグラフだけはこれちょっと特殊なので、しっかりとね、頭の中で理解をしておくようにしておいてください。よろしいでしょうか はい。ということで、えー、グラフ3つ紹介していきましたので、えっ、ー、と、グラフの特徴についてね、お話をしていきたいなと思います。